ここサンピンキャンプ集まったからには俺がちょっと言いたいことがある。今日はだからみんなちょっとの間耳を貸してくれ。俺たち日本のヒップホップシーンは俺たちだけで作ってるもんじゃねえ。ましてや今日ステージに上がるメンツだけで作ってるもんじゃねえ。この会場のどっかでまた遠くで見てる東京のラッパー、グラフィティライター、 DJ、 ダンサー、全てに捧げよう。まだだ、まだだ、待て待て。そして今日ここに集まってる地方から来てる B-Boy、 地方に根を張ってる B-Boy たち全員に捧げよう。まだだぞ。そして最後に日本のヒップホップのよく理解者たち、ここに集まった全てのサポーターに捧げよう。チャンピンどもにだ、騒げ。だからお前ら耳を貸すべき、耳を貸すべき。21世紀お前ら準備はできてんのか。男も女も腹の底から響かせるんだ、サンピンどもの声を。つまりヒップホップの息吹を。分かったら俺に答えて言ってくれ。敵耳を貸すべき、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 耳を貸すべき。血が騒ぎ出すこの世紀末、言わない奴らは神の裁きます。古い世界の後始末してくれるはずだ、このでっかい一発。見ろ刻まれる秒針、12で重なる単身と調子、生き延ぶ一瞬もいつもの調子で過ぎてゆく時の更新。ルルルル予感がします、歴史はきっと繰り返す。だから誰かの合図待たずとりあえず動き出すべきのは回収。東より始まる文明開化、西を固める深い理解者、南でその期末まだ見ぬダイヤ、北の地下深く技磨くライマー、タイマーなく続く新陳代謝、大胆な態度じゃすぐにリタイア。ラマスコのラフテラフな東京からまず変わる変わるが、すかしに耳を貸すべき、耳を貸すべき、俺たちをよくチェックしとくべき、耳を貸すべき、取れたての言葉たちを目撃、耳を貸すべき、これから始める最後の奇跡、耳を貸すべき、それこそ生きる目的で敵。尖った心を癒して肩の力抜き足崩して、好きなら好きなもんでも吹かして、耳を貸すべき、心許してもう一つなく澄み渡る空などなく、決まったグレーの垂れ幕の中ばらまく言葉の味覚、口にするべき、惑うことなく資格もなく、ましてや遠くもなく、聞こえてくるどうからともなく、その音の湧き出るとこ目を凝らすべき、地下の奥底証拠、巧みな奴らの言葉には今年も群がる無数のアリが、流す無数の涙、鼻聞かすべき夢のありか、さら洗いながら待つこの月末払い、積まれた皿見て高笑い、未払いを洗いざらい振り払い、手にすべき熱い札束、曲がりくねり続く道のり、耳を貸すべき、耳を貸すべきだ、チェキ、耳を貸すべき、俺たちをよくチェックしとくべき、耳を貸すべき、取れたての言葉たちを目撃、耳を貸すべき、これから始める最後の奇跡、耳を貸すべき、それこそ生きる目的だ、チェキ。この世にはない最終回、楽なゴールがなくても生きてゆけるかい、受けた傷はかなり深い、疲れ切った足がいつしか向かう樹海、つまりゲームの脱落者、なりたくなかった
謝ただし与えてくれたチャンスには感謝しとくべき来たるべき次の世紀に向けて生き残る元気保ちたけりゃ覚えとくべき歴史的なこの記念日をチェック